モンバントは、フランス南部、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏にある山。標高1912メートル。プロヴァンスの巨人という異名を持つ。ベントはフランス語で、風を意味し、その名の通りに、山頂部は、風が強く、ミストラルの季節ともなると、秒速45メートルを超す突風が吹き荒れ、山頂へ至る道路が閉鎖されることもままある。この山は、 アルプスにもピレネーにも属さず、リベロン山地の西方に立つ独立峰である。ちょうど西側山麓の丘陵地帯にはダンテルド、モンミライ湯がある。山頂部は、小立ちどころか寒木すらなく、むき出しの石灰岩が転がる高涼とした景観が広がる。頂上部近くは非常に温度が低く、そのため、スカンジナビア半島の北に浮かぶスピッツベルゲン島地方の植物、 例えばスピッツベルゲン行きの下やグリーンランドのケシなどが生育しているという珍しい山である。山には新葉樹林の森が散在している。これは数世紀前から造船のために木が切り出されてきた結果である。この不毛のピークは遠方から望むと一年中雪を抱いているかのように錯覚させる。老女渓谷を平芸する孤立した姿はこの地域一体を威圧し、 晴天時には何マイルも彼方から官房を可能にする。山頂彼の眺望は期待違わず素晴らしい。ファーブルはこの山にカルパントラやセリニアンに住んでいた時には前後25回も登っている。この山の植物や昆虫が彼を引きつけた。彼は自分はバントさんの生き地引きだと言っている。山頂近くには相当古くから陸軍の観測所があり、近年では ラジオやテレビのための巨大なアンテナが建てられている。また、スキー熱で中原のサムスランやシャレレーナールはスキーの公的地になっている。さらに、ペトラルカが1336年に登山したことを記す記念碑がある。モンバント生物圏保護区として指定されている。自転車ロードレースの最高峰、ツールド・フランスでは、この山は最高難度の山岳ステージの舞台として、 知られ、幾多の伝説に彩られてきた。1951年に初めてルートに登場してから、現在までに山頂ゴールとして9回、ステージ途中の峠として6回使われている。山の南側に位置するベドアンから、頂上へ至る2 1 1トルの道のりの平均車度は7.6%、標高差1 6 1 7ルである。ただし、ベドアンから、 サンテステーブまで 5.8km の平均車度は3.9%と比較的緩やかであり、残りの 16km の平均車度は8.9%となっている。ツールにおいて幾多のドラマを生み出してきた。歴代優勝者には、レーモンプリゾール、エディ・メルクス、ベルナール・テブネ、マルコ・パンターに、リシャール・ビランクなどその時代のスター選手がなお、連ねている。 1967年7月13日、イギリス人の著名なレーサー、トム・シンプソンが、服用していたアンフェタミンとアルコール、そして熱中症の複合作用によりレース中に死亡した。これがモン・バントに悪評を招き寄せ、今日に至るまで、死の山、魔の山と形容されるゆえんである。山頂直下には、シンプソンの記念碑が混流されており、自転車ファンの聖地となっている。 1970年には、かのエディ・メルクスがこの山頂ゴールを制したものの、リタイア寸前にまで追い込まれている。彼は、ゴール後に、酸素吸入を必要とするほどのダメージを受けていたが、その後のステージでも、総合首位を守り、結局は総合優勝を勝ち取った。また、ツールのコースにない場合でも、6月に、フランスで開催される、ツールの前哨戦でもあるクリテリウム・ド,ドーフィネでも、 頻繁に使われる。2008年3月のパリニースでも取り入れられたが、頂上は雪で覆われており、標高で500メートルほど下がったモンスラン峠がゴールとなった。現在の途半記録は2004年のドーフィネにおけるイヴァンマイオの55分51秒である。モンバンツがゴール地点、編集モンバンツを通過した区間、編集モンバンツの散布区がゴールに設定された区間、 編集、ハット AB 奥本大三郎監修、津田正夫著、ファーブル巡礼、新潮選書新潮社2007年110ページ、奥本大三郎監修、津田正夫著、ファーブル巡礼、新潮選書新潮社2007年112から113ページ、AB その後、ドーピング疑惑で優勝が取り消される。ありがとうございます。